どうもこんばんは、小山です。えっと、今日は、先日、開封動画、アップした、ブライトンの最新のサイクルコンピュータ、ーライダー750のレビューをしていきたいと思います。あんな短い開封動画なのに、投射費結構見ていただいて、皆さんありがとうございます。よかったら、チャンネル登録といいねお願いします。で、早速なんですけど、まずサイズ感は、 まあ大きすぎず小さすぎずちょうどいい感じで iPhone 12mm と比べてこんな感じですねめちゃくちゃでかくて見やすいサイクルコンピューターってわけではないんですけど全然必要十分なサイズでむしろ一般的なサイズなんでこれぐらいでいいのかなと思いますじゃ電源入れていきます一回電源ボタンを押したらすぐに起動します で、今回、カラーなんで、白黒は白黒でいいんですけど、やっぱカラーの方が見やすいですよね。いい感じで。で、立ち上がったら、こう、バイクが、選べて、まず自分は、メインで見る画面に、こんな感じで項目を設定します。これも、項目長押しでもう一回タッチすると色々選べて、 全然走ってる最中でも変えれるんで便利ですねで今触っててわかると思うんですけどタッチパネルなんでこういう感じでスクロールもできて今自分は2ページ目はこうアベレージとかこういうなんていうんですかね走ってる最中にはいらないけど止まった時とかに見たい項目を2ページ目にまとめていてでラップインターバルメニューとかでラップを切ると ラップごとのパワーであったりラップタイムだったりが別で出るように設定してあるのでそれも非常に便利ですねでまあこういう感じでカラーなんで見やすくて今ちょっとこれ家バレちゃうんですけどまあまあいっか地図も見れてで音声で検索とかもできちゃうんですけどまだやったことないんですけどで事前にスマホのアプリと Bluetooth で連携して ルートとかを設定しておくとこのブライトンのライダー750上で選択してどこからどこに行くルートとかが案内できるんで非常に道に迷いそうなコースを走るときでも便利かなと思いますで戻るときはこう下からスワイプすると戻れてで今言ったのはこのコースっていうやつですね ちょっとどこからどこのルートか忘れたんですけど前回ちょっと試しに入れてみたルートでこんな感じでスタートとゴールが設定できてでスタート地点でこの開始ボタンを押せばもうこの地図に従って走るだけっていう感じですね結構連携も早くて Bluetooth で連携してデータをアップロードすることもできるし設定で この動機っていうので Wi-Fi を設定してあげると家に帰ってこの動機っていうボタンを押すだけでその日走ったデータがクラウド上に上がるので,でそのブライトンのクラウドとストラバやトレーニングピークスその他もろもろの各種サイトと連携できるので連携しちゃえばもう家帰ってこの動機を押すだけで全部できちゃうって感じですね Wi-Fi を使用して Wi-Fi がない環境下でも Bluetooth でアップロードすることができるんで、遠征先で Wi-Fi がない時とかも非常に便利です。まあこんな感じで、数日間使ってみたんですけど、非常に調子がいいですね。で、あと、ここの、センサーっていうところとかで、パワーメーターとか、心拍計とか、ケーデンスセンサーとか接続できるのと、 あと結構便利なのが、ライド中って携帯見れないじゃないですか。で、なんか重要な通知とかが来ちゃって見逃しちゃうこととかあると思うんですけど、この通知っていうのをオンにして、ブライトンの Bluetooth をスマホと連携させておくと、携帯で、携帯に届いた通知がこの手元で見れるんで、信号待ちの時とかに通知見れたりして便利ですね。まあそんなもんですかね。 まあ,あとは自転車が、えー、とこう3台設定できるんで例えばロードバイク TT バイクインドアバイクとか設定しちゃえばそれぞれで各さっ,きさっきお伝えしたこの各項目とかもそれぞれのバイクごとに設定できるんでそこは便利かなと思います。